今から4年ほど前のことです。アメリカ、カリフォルニア州の動物保護スタッフが痩せ細った体で工事現場をさまよっていた赤ちゃん犬を救出しました。保護された子犬は生後わずか6週間、感染症もあり深刻な容態だったため、すぐに治療が開始されました。幸運にも心優しいスタッフや優秀な獣医、そしてたくさんの人の善意に支えられて、一命を取り留めた子犬は元気になりました。今では身も心もボロボロだった子犬時代とはまるで見違えるように、すっかり健康でハンサムになり、新しい家族と幸せな犬生を満喫しているのです。かつての保護犬ピットブルのカールが発見されたのは4年前。生まれて間もなく痩せ細った体で工事現場をさまよっていた時のことでした。生後6週間で体重1キロ以下、骨と皮だけでかろうじて生きていたカールを助け出したのは、カリフォルニア州サンタモニカの動物保護団体でした。獣医の診察の結果、カールは栄養失調で体温が異常に下がっていただけでなく、感染症も患っていました。そこで点滴の他に輸血など、スタッフだけでは到底払えない高額な治療費が必要になってしまいました。それでも苦しむカールを救いたかったスタッフが Facebook で呼びかけたところ、小さなカールの健康を願う善意の寄付がたくさん集まり、幸いにも適切な治療を受けることができました。人々の優しさのおかげで少しずつ回復してきたカールのもとには、ぜひ我が家にという声が殺到したといいます。愛らしいカールに心奪われた人たちが次々名乗りを上げ始め、落ち着いてきたカールの方も次のステップとして新しい家族に迎えられる準備をスタートしました。里親の下で治療を受けつつ、他の犬とのお付き合いや人間とのお散歩、ケージに慣れるトレーニングを重ねていきました。そこで分かった意外なことは、リード付きのお散歩が大得意でケージがかなり苦手なこと。赤ちゃんの頃の悲しい記憶が蘇るのか、人にも犬にも懐っこい反面、一匹だけでケージにいると大声で泣いてしまう寂しがり屋な犬でした。その後、体も十分回復してハンサムなピットブルに成長したカールは、たくさんの希望者の中からカールを永遠に愛して大事にしてくれるリーさんという女性の家族に決定しました。リーさんは孤独を嫌がるカールのために、いつもカールと職場に出勤しました。友人とその飼い犬を家に招いて犬の友達を紹介するなど、カールのためにいろんな工夫をしているそうです。孤独や飢えで苦しんだ幼少期から一転、たくさんの人の思いやりや援助のおかげで、カールは最高の幸せをつかみました。小さな尊い命が救われた背景には、たくさんの人の優しさや愛情がありました。そして素敵な家族と出会うことができて本当に良かったです。これからも幸せな毎日を送ってほしいですね。続いて、動物保護施設では飼い主が現れるのを待っている犬たちがいます。ある動物保護施設では犬たちは1匹ずつ仕切られた囲いの中で過ごしていたのですが、同じ境遇にある仲間を励まし合う様子が心を熱くしました。アメリカ、ワシントン州パスコにある動物保護施設にやってきた白いメス犬のソフィアは、明るく元気な性格で施設暮らしが快適になるように頑張ってきました。でも時々寂しくなってしまうことがありました。しかしそんな時は、壁から身を乗り出せば隣の囲いにいるオスのデュークがソフィアを励ましてくれるのです。2匹の犬がお互いに慰め合う姿に感動しました、と語るのは施設ボランティアのジュリー・サラセノさん。サラセノさんが2匹のこの行動に気づいたのは、リュークのビデオを撮っていたところ、壁の向こう側のソフィアが出てきた時です。サラセノさんはこの2人の甘い交流に心を打たれました。ソフィアは以前から隣にいる犬に対して甘えるような態度を示すことがあるそうで、保護犬たちが少しでも悲しさや寂しさを和らげる方法を見つけると、私はいつも嬉しくなります、とサラセノさんは話しています。
ソフィアとリュークの絆は思いがけないものだったといいます。ソフィアは明るく元気いっぱいなことで知られていましたが、リュークは物静かでクールな性格の持ち主。ソフィアは撫でてもらうのが大好きで体ごと寄りかかってくるほどです。一方のリュークは生真面目であまり感情を表しませんが、時折優しい一面を見せてくれます。リュークはソフィアの明るさと愛情に心を許したのでしょう。2匹とも通りをさまよっていた野良犬でした。境遇も一緒なので分かり合える何かがあるのかもしれません。ソフィアはとにかく犬の友達が欲しかったようです。その執念と魅力的なダンボのような耳でリュークに積極的にアプローチを繰り返し、素敵な友情関係を結ぶことができたようです。その後ソフィアは永遠の家族を見つけることができました。リュークはまだ施設にいて、家族に愛情を注いでもらえるような家を探しています。物静かで心優しいリュークは施設の中で最も長く暮らしています。一日も早く永遠に愛してくれる素敵な家族が見つかるといいですね。お互いに慰め合っていたソフィアとリュークですが、離れ離れになってしまってもきっとお互いのことは忘れないのでしょう。2匹ともそれぞれ幸せな時間を過ごしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。